はい、どうも、ストックロックです。今日はですね、エリック・ヒルさんの EWM01 ウッドモイスチャーメーター、こちらを紹介していきたいと思います。で、何をする道具かっていうと、木材や建材などの含水率を測るための道具です。皆さん、木材を使うときに含水率気にしてますでしょうか？私は全く気にしてません。売られている木材っていうのはもう乾燥後の状態なんですよね。なので普段使う上ではあんまり気にしてないと思うんですけど、まあ木材をね、曲げる技法とか、まあ結構水につけたりするんですけど、あとまあ木炭ですね。まあ木炭なんかだと着火しやすい、着火しづらいっていうのがありますので、まあそういう時にね、きっと便利なのかなっていう気はしてます。で、今回まあ私もね、含水率気にして使ったことないので、今回これを使う上で一緒に勉強できればなと思ってますので、この動画を見てね、皆さんもね、含水率について勉強していっていただければなと思います。ということで、とりあえずこの商品開けてみます。あ、ちなみにね、先に言っておきますけど、Amazon で売ってます。で、Amazon での販売価格はね、2000円ちょっととか2500円とか、それぐらいのはずです。自分で貼るなら貼ってよっていうシールですね。あー、結構重要なステッカーかもしれない。こんな感じのステッカーで、多分これモードが7つあるんですね。で、その7つに適した材質、木材だったり建材、それが一覧になっているラベルみたいですね。なのでこれ本体に貼っとくといいかもしれないですね。あと説明書、説明書は、はい、このように日本語で一応記載されてますので、まあ、Amazon で売ってる製品ってやっぱり日本語で対応してますよね。はい、これが本体ですね。こんな感じの見た目になっております。でもこれさっきのステッカーどこに貼るんだろう。本体には貼れないような気がする。あとテスト用の電池が2本、単4電池2本ですね、こちらが付属しております。はい、ということで入ってるものは以上になります。本体、テスト用電池、説明書、あとステッカーですね。ということで、まず電池を入れてね、測ってみようと思うんですけど、その前にざっと木材の含水率について調べてみました。木材って木ですよね。もともとね、当然地面から生えてるわけなんですが、それをね、伐採した時の含水率ってじゃあどのぐらいなんだろうっていうことで調べてみると、約 200% みたいですね。で、その 200% のものを 30% ぐらいまで乾燥させるみたいです。その後に建材とかで使用するためにはですね、平行含水率っていうところまで実際に落とした状態で加工なりなんなりするみたいなんですが、これはですね、国地域によって湿度なんかが全然違ってきますので、やっぱり地域によってこの平行含水率っていうのが変わってくるみたいです。で、日本各地、平均の平行含水率はどのぐらいかというと、約 15% って言われているそうです。で、まあ、地域によってね、当然エアコンなんかを使ってるとどんどん乾燥が進むみたいで 12% とか、そういった地域もあるみたいですが、だいたい 15% っていうのが平均みたいですね。まあ、それを踏まえて今回測ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。と、備長炭とかはなんか 9% とか 10% 前後のものが多いみたいですね。なので含水率 10% ってなるとかなり低い含水率っていうことになるみたいです。ということで、テスト電池を入れていくんですけど、後ろの蓋を開けて、まあ、ネジ式になってるんですが、ここを開けてこの記載の通りに電池を入れるみたいです。なのでプラスが奥ですね。はい、この状態で後ろを締めていくと、これで準備が完了みたいですね。あとは電源を入れて、この先端のプローブを実際に木材に当てていくみたいな測り方になるみたいです。で、使い方なんですけれども、まあ、電源入れて当てるだけなんですが、このマックスっていうのが最大値を表示してくれるみたいです。で、この M っていう真ん中のボタンがモードの選択で、先ほどラベルに記載されていたモード1からモード7ですね、それを選択するボタンになるみたいです。で、一般の木材はね、モード1でいいのかなっていう気がしてるんですけど、モード1かまたは2かな、パインとかメープルとかモード2になってるんですよね。なんとも言えんけど、なのでまあモード1で出る数値とモード2で出る数値、まあ、この辺りもね、どんな感じで違うのか確かめてみたいと思います。はい、ということで実際に使ってみようと思います。まず電源を入れてみます。ピッと、はい、こうだね。今ローってなってますね。でね、このディスプレイの色が3色に変化するみたいで、
含水率が高いよって時は赤で、中等含水率、まあ、真ん中平均だよって時はオレンジで、低含水率低いよって時は緑になるみたいですね。なので我々木材を加工するものにとっては、まあ、オレンジか緑が必須っていうことになるかなと思います。ということで、じゃあ実際に当ててみたいと思いますよと。じゃあこちら普段皆さんもよく使うであろう 2x4 材ですね、こちらに当ててみようと思います。ピッ、これ刺すのかな、あ刺すんだ。今グッと入れると測定値が進みました。だからこれ先端針みたいになってるんですね。なので木材にちょっとこういう風に跡がつくぐらいグッて入れないと測定ができない感じですね。これ当てるだけじゃダメなんだね。よいしょ。で刺すと 10.9 かな。我が家の場合は低含水率ってことになるのかな。他の木材もやってみます。これ霧ですね、あの安く売ってる霧です。めっちゃ軽いやつですね。はい、ザク、うん、まあ11ぐらいって感じですかね。 11% ぐらい、これも低いですね。でも柔らかい材質の方が含水率は高いのかな、やっぱり。じゃあ次パイン修正材ですね、こちら刺してみます。せーの、ザク、あーこれも11ぐらいですかね。 10.9 って出てますね。じゃあ最後に、はい、こちらシナベニアですね、ザク 10.2。 どれもこんな感じで、うちの場合は低含水率っていうことが言えるかなと思います。これがきっと湿度高い場所で保管されてるともっと含水率が高く表示されるのかなと思いますね。次はね、水を含ませた木材を測ってみようと思います。こちらが 2x4 ですね、これ 1x、 あ、どちらも SPF の 2x と 1x になります。あと霧、それと OSB ですね。こちら水に濡らしてみました。濡らしたというかバケツに水を溜めてですね、30分浸水させて、で取り出して30分経過してます。なので30分濡れて30分乾燥させてるって感じです。で乾燥させてるとはいえまだまだベチャベチャですね。表面に水分浮いてるのが分かるんじゃないかなって、この手もキラキラしますよね。ということでこちらに、この計測器を当ててみたいと思います。ではね、まず 2x4 から刺してみます。ザク。24% ぐらいですかね。怖いですね。30分しつけてこんなになるんですね。じゃあ次、1x4。21%、20%。それぐらいの数値になりますね。じゃあ次、霧。これなんか結構ベチャベチャしてる気がするんだけど。ザク。わー、やっぱり 28%。これすごいですね。じゃあ次、OSB。OSB あんまり刺さんねえんだよな。あ、刺さった。おお。あ、これもすごいですね。24%。っていうことで、やっぱりね、柔らかいもの、柔らかい材質のものの方が、水は多く含むんですね。まあ当たり前ですけど、これは中がスカスカなんで水分が多く含むって感じになるかなと思います。で、まあ、今回これをやって何を言いたいかというと、まあ、屋外に何かを作るときに無塗装ってことはあんまりやんないと思うんですけど、土砂降りの雨が例えば 2,3 時間降りましたよってなると結構同じぐらいの条件になるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると含水率が一気に跳ね上がります。まあ、それでどうなるかというと、やっぱりね、水って大敵なんですよ。水を弾きたい、まあ、水が入るとね、菌が繁殖したり木がどんどん腐ってしまうと。で腐るということは木材の耐久性、強度が失われてしまうということで、まあ、木を扱うものにとっては水って大敵なんですけれども、まあ、これで言えることは無塗装で外に置くなってことですね。まあ、当たり前ですね。十分注意してください。で今モード1で測ったんですけど、次ちょっとモード2で試しに測ってみようと思います。どんな数値になるのか。 2x4 材、これ乾燥してる方ですね。まずモード1刺してみます。これ先ほども刺しましたけど、はい、だいたい 10% ぐらいですね。これモード2にすると、ま、M の2ってなってると思います。この状態で刺します。グッと、そうすると 8% になりますね。 8.4 とか3とか、こんな感じにちょっと表示が変わるんですね。これ次濡れた 2x4 です。ザク、22とか21とか、はい、そんな数値になりますね。モード1だと24、あんまり変わらないって感じなのかな。ただディスプレイが3種類色変化すると思うんですけど、何パーセントでディスプレイが赤くなるのかとか、そのあたりの線引きがこのモードによって全然違うみたいですね。人の体にやったらどうなるんだろう。これ要は電気流してんだよね、きっとね。手に当ててみます。おお、なんかどんどん上がっていくんだけど、
はい、結構潤ってますね。こういった感じで水分を測れる道具になります。これ結構面白いですね。まあ、こういったものがあると安心感にはつながるのかもしれないですね。実際どれぐらい水分量あるんだろう、これ外に出しっぱだったけどどれぐらいになってるんだろう。あとモルタルですね、セメントの水分量の測定なんかには非常にいいと思います。でちなみにセメント系はですね、こんな感じでモード5でやるとセメントモルタルなんかの含水率を測ることができるそうです。ということでとりあえず、私が普段使っている木材の結果はこんな感じでした。では最後にね、炭を測ってみたいと思います。これはもしかしたらキャンプの時に役立つんじゃないかなと思って。で結構炭って1年間使って使い切ることあんまりないんですよね。俺だけかな。自分なんかはいつでも焼肉ができるように小屋の中にも常備してるんですけど、なのでしけっちゃうとかね、火つきにくいなこれとか、例えば着火しづらい炭を測っておいて、だいたいパーセンテージを覚えておけば着火しやすい状態のものと見分けることができるんじゃないかなと勝手に思ってます。ということで、モード1でいいのかな、これでとりあえず測ってみたいと思います。まず、これがね普通の一般的な炭です。計測できんのこれ。あー、モード1じゃ全然反応しないってことなのかな、それともスカスカすぎるのかな。モードを変えてみましょう。なんかどれも反応しないね。全く反応しませんね。木炭測れるみたいな感じで書いてたような気がするんだけど、はい、今実演してますけどね、全く反応ないですね。じゃあ次ね、これ備長炭ですね。小賀備長って呼ばれるやつですね。これに刺してみます。ザクッ、おお、測れんじゃん。こっち反応するな。灰になってますね。28%30%、なんかすごいね、すごい水が含んでることになってるよ。これしけってんのかな。どうなんだろう。だから水分量これ多いんだね、小賀備長って。それも初めて知ったわ。それともうちがしけってるだけ。いつも着火するのにこの普通の炭を砕いて使うんですよ、自分の場合。備長炭って着火しづらいので、その後これを加熱して着火させるんですけど、で着火した後はこれすごい長持ちするんですよね。なので2つの炭をね使い分けるんですけど、まあ今の水分量を見る限り、まあ確かにそうですよね。こっちはもうローって出るので着火しやすい状態になってると思います。でこっちは水分量が多いので着火しづらいと。急激に温めると、普通の備長炭だとはぜるって言ってパーンって言ってね跳ねたりするんですけど、まあ、この小賀備長はねはぜにくいとは言われてるんですが、それでも水分量が多いような状態ですね。多分きっとこの辺に、違いがあるんだと思う。まあなかなか面白いね、勉強にはなりました。ということでいろいろ測定してみたんですけど、まあ結果何が分かったかというと、うちの含水率がどれぐらいなのかが分かりました。うちというかこの作業小屋ですね、作業小屋に入っている木材はだいたい 10% ぐらいの含水率になっています。なので、まあ、いつ使っても適正というかいい状態で使えてるっていうのが分かるかなと思います。で木材の水分って自由水と結合水の2種類があるみたいですね。で自由水が乾燥していって含水率が 30% 前後になると、これで自由水が抜け切った状態だということです。でこの状態を繊維飽和点というみたいですね。でこの 30% にすることによってどうなるかというと、木材の細胞に結合していた水分が抜け始めると、収縮が始まるっていうことみたいですね。じゃあ 30% 以下になっていくとどうなるのかというと、強度が増します。 30% より 20% の方が強度が出るし、 20% より 10% の方がさらに強度が出るっていうことが言えると思います。でただし、この水分もねなくなりすぎると良くないみたいで、含水率 5% ぐらいまでは強度がどんどん増していくんだけど、それ以下になると次は低下してっちゃうみたいですね。まああまりにスカスカになっちゃうってことかなと思います。でまあこのことからですね、木材は水分少ない方がいいんですよ。その方が強度が出るし、木材に狂いが生じにくくなると、そういうことが言えるかなと思います。それのね、まあ、一種のこれ目安ですよね。目安にはなるのかなと思います。で価格が2000円ちょっとなので結構面白いかなと思いますね。ただちょっとねこの先っぽ針になってて、これは仕組み上しょうがないかもしれないですけど、ザクッと刺さなきゃいけないのでサンプルが必要かな。あと見えないところでできる材料だったらいいですけど、例えば使う材料にザクッとはちょっとなかなか難しいかなと思いますんで、そのあたりはちょっと見えないところで試してどのぐらいになってるのかっていうのを確かめるような道具かなと思います。薪ストーブを使ってる人なんかは結構重宝するかもしれません。あとセメントですね、
モルタル、あれ結構含水率って大事なので、加水しすぎると弱くなりますからね。まあ、そのあたりを調整するのにこちらの計測器を使ってもいいかもしれません。あと木材で曲げやる人とかどうなんだろうね。何パーセントにしたら曲げやすいとかあんのかな。ちょっとあんまり自分やったことないですけど、そのあたり今後なんかやっていけたら面白いかもしれないですね。ということで今日はエリックヒルさんのウッドモイスチャーメーター、含水率の測定器ですね、こちらを紹介しました。でこちらの商品 Amazon で販売しておりまして、概要欄にリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。